チス、誰も知らない囚人、いや誰も知らない母、イカレタコスケでござる。母になりたい。というわけで今回は魔術、いや DLC の魔術すごい強いね。まあね、結構有名なあのイバラとかもあるでござるが、他の魔術もかなり使えるでござる。ただ魔術に関しては結構ね制約が多いので、そちらも含めてご紹介していこう。さて今回は知力神秘81スタートでござるね。カツカツのカツカツでござるよ。レベル205でカツカツなんで、こっから魔術の威力を 20% ぐらい下げていいのであれば、レベル60ぐらい下げることが可能でござるが、まあ、レベル60下げてもね、生命力であったり精神力をもっと振りたいなって感じなんで、まあそうでござるな、火力 20% 下げて使いやすくして、あと40レベルぐらい下げられるかなって感じでござろうか。で今回追加された杖、母の杖を使っていくでござるね。こちら魔術補正が現在414、知力と神秘で魔術補正が上がるタイプの杖なんでござるが、例えばこれ知力神秘が7070ぐらいだと、この白金の杖にね負けてしまうんでござるよ。そっちの方がレベルがお得じゃんって話なんだけども、この母の杖には指の魔術を強化すると、多分ね 1.15 倍だと思うでござるが、付帯効果がついており、で2周目でもう1本手に入れると、さらに両手に持つことで 1.15 倍 ×1.15 倍ぐらいのね付帯効果をゲットできるっていう、まあ魔術師の周回ボーナスって感じでござろうか。こちらもつけていくでござるよ。瞬間火力だけを考えるのであれば、ここから祈祷のバフなんかも乗るんでござるが、まあ、攻略する上でなかなかそれは厳しいと思うので、今回はね霊薬ぐらいにしておこうと思うでござるよ。さあまずは奇跡の爪試し打ちでござる。2544、随分出たな。2544も出るの、すごいでござるね。今現在ねガードしてもスタミナ減らないんで近接戦において肩しずくを持っている拙者は敵の攻撃を見切れる限り無敵でござる。そして一つ目が DLC の基本魔術とも言うべき奇跡の爪、大司祭ユミル教の奇跡魔術、神秘の遺跡で見出されたという指の魔術の一つ、砕けながら飛ぶ魔力の爪を放つ、試し用で強化される、ユミル教は嘘吹く、これは真実に思い馳せる時期なのだと。なお奇跡の爪は FP 消費が10、そして奇跽の大粒手が FP 消費が12となってるでござるな。で今ブーストしてるからあんまりね参考にならんかもしれんでござるが、奇跽の大粒手が1600ぐらいで、奇跽の爪が2968ってことなんで、一応ブーストはかかってるとはいえ威力約2倍ぐらいになってるでござるね。ただ連射力に関しては奇跡の大粒手なんだけども、 FP10 でこの火力までぶっ飛ばすことができるんで、 FP 効率はね非常にいいというところでござろうか。そしてこちらが本編最高峰と言われた夜の彗星、 FP21 で使うことができて、喪失の杖のこの付帯効果がなんと 1.3 倍っていうねお化けなんでござるな。で2本装備することで当然 1.3 倍 ×1.3 倍で、魔術補正も340だけど、夜の魔術を使う上でここに 1.3 倍なんで、とんでもないことになるぞというものでござったな。こいつをまず打ってみるでござるよ。3321ああとんでもない、とんでもない火力でござるね。がしかし爪と比べると FP 消費量は約2倍ということなんで、ぶっちゃけね使えるレベルとかもあるから一概には言えないんだけど、まあ単純にね連射力とかの問題もあるけども、2968で FP10 の、まあ、奇跡の爪の方が FP 効率は高いよと、まあ、この辺をちょっとね頭に入れた上で見ていただきたいかなと。ただこの奇跡の爪連射が効かないんだよね。それがね割とボス戦なんかだったりすると重要だったりするんだよね。チャンス時にガンガンFP 効率無視でダメージを稼ぎたい時なんかもあるんだけど、どうしてもそういった時に連射力のなさが危ない表面化してしまうといったところか。なんでこの後ろを向いてても相手を狙ってくれる、逃げ打ちなんかに非常に向いている魔術って感じでござろうかね。
先ほども言った通り威力自体はブーストすると凄まじく高いので、ただねこのカックンカックンはねあんまり信頼できないやっぱ角度次第では外れてしまうんで、そこだけ要注意かなといったところ。お拙者だなので、他の魔術、まあ全部の魔術を引っ込めて他の魔術とは言えないけども、他の魔術に比べるとやっぱ威力が欲しいかなといったところ。連射が効かないんで、こういった雑魚を掃除していくときも一発で倒せるか二発で倒せるかでだいぶ変わってきちゃう。まあ燃費に関しては一発10なんでね、あの先ほどのなんだっけ、ほうき星とかを二発撃つよりは全然燃費はいいんだけども、単純にねサクサクと敵を倒す速度に関しては、まあ、一発の威力をやっぱ高めておきたい。こういった敵もね2発でサクッと倒せるようにしておきたい、まあ、そんな魔術でござろうか。ただそういったあのちょっとね悪い点ばっかり言ってしまっているけども、単純に射程があって追尾性が高くて火力が高いん で燃費も高いんでめっちゃ使いやすいでござるよ。やっぱね連射したい時はあるんだよねこれはね結構でかい。ほらこいつもあとミリ残ったでしょ。あいつは一発で倒せるようになるとめっちゃ戦いやすい。で狙撃に関しても普段から移動してる敵に対しても当てやすいっていうね、まあなかなかもし使うんだったらしっかり火力をブーストしたい魔術って感じでござろうか。射程も長いし威力もあるし追尾性も高いけど、近くに寄られちゃうとその詠唱速度の遅さと、あと微妙に信頼しきれないこのカックンカックン追尾のおかげで、あの使いにくいタイミングが出てくるでござるな。結構ね外れてしまう近距離だと。今みたいに敵が止まってればいいんだけども、あの歩きながらね進んでこられるとね、特に坂道とかだとね当たらないことが多々あるので、そういった点ではやっぱ素直な動きの奇跡の魔術の方が、まあ、信頼性は高いかなといったところ。もう向かってくる相手に向かって直進的に緩いカーブを描きながら向かってくれるんでね。なんで、まあ、ちょっとなんか悪いところばかり言ったけども、逆に言うとその悪い点以外は全部いいみたいな感じでござろうか。でこういった敵と戦うときに遠くから効果力をバン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 、逆に貯めると早いでござるからね、バン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 当てていけるのは非常に強力なんで、近づかれる前に撃つ、あとはトレントに乗ってる時とかめちゃくちゃな角度でなかなか敵に狙いをつけにくい時に活躍する魔術といった感じでござろうか。まあ言うて普段使い全然できちゃうけどね。そして次がこちら、奇跡の多層、奇跡の爪の、まあ、上位互換、上位互換ではないか、上位版といったところでござろうか。必要能力値が知力32で消費 FP が23と、消費 FP23 で似たような魔術に流星群があるんで、まあ、奇跡の爪の流星群版みたいな感じでござろうか。そして威力の方はというと、だいたい消費 FP が倍に対して 1.5 倍ぐらいかな。すいません失礼します。そうだね、4500ダメージなんで、先ほど奇跡の爪が貯めて3000ダメージ弱だったんで約 1.5 倍で、まあブーストはしてないけども流星群も一応見ていくでござるよ。でも流星群も3000出ているんで、同じぐらいブーストしたら同じぐらいの火力が出そうでござるな。なので大きな違いとしてはやはりその軌道でござろうか。よく動く相手、マルキッドさんみたいによく動く、あ、よく動いてくれない、全然動いてくれない。回避モーション以外でもね、くる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 動いて魔術を回避するようなタイプの、そこだ、それです、あ、それです敵に対してもこうやってね角度を変えて当たりに行ってくれるところが、まあ、非常に強力。ただ元のあの奇跡の爪と比べるとね射程がちょっと短いんだよね。いいところ見つけた、いた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 。なのでまあどっちかっていうとボス向けの奇跡の爪みたいなポジションでござろうかね。多分マレニアさんとかでもっと進化を発揮してくれるんじゃないかな。命中率がねバカ高いかどうかは別として、ああいうマレニアさんみたいな急角度でね回避をする相手に対しては多分追っかけてくれると思うんで。そして奇跡の多層の一番いいところ、当然ダメージ量もあるし追尾性も抜群なんだけど、これはね威力を上げてなくても使えるといったところでござるが、遠くから体幹崩しを狙えるというところでござるね。
魔術でこんなに体幹崩し強いのってハイマぐらいしかなくないっていうレベルのね。しかもこれ体幹崩しなんで、ダメージを度外視すれば単純に奇跡の多層を使える知力さえあれば誰でも遠くから撃てるというものなんで、ボスに対して多分1回のフルヒットが直剣のため攻撃ぐらいあるんじゃない、イミコちゃんをね3回でダウンさせられると。となると遠距離からのね体幹崩し用魔術としても結構優秀なんでござるよ。まあ FP 消費量も20ちょいなんで、まあ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 ちょっと消費の多い戦技ぐらいになるんでね、それだけでも割と使う価値があるっていうのがね、この魔術のとってもいいとこでござるよ。回避にも反応してくれるしね、回避に反応してくれる戦技ってあんまないしね。あと奇跡の多層はノーロックで打つとねめっちゃ広がるんでござるよ。まあ別に火力が高いわけでもないんで、性質が変わるってだけなんだけど、こうやってまとめて打つとまとまっていってしまうんで、敵のねミリとかを削りたい時なんかは、まあ当てるのちょっと難しいけどね、こうやってノーロックで打って回避先なんかをね絞らせるのもいいかもしれんでござるな。そして指魔術の中でもかなり綺麗で、そして性能も高い儚い小宇宙、儚いコスモ、儚い小宇宙大司祭ユミル教の指の魔術を秘匿された神秘の一つ、対象の足元から小宇宙の似姿を生じる、それは一度だけ波打ち弾けて消える、試し用で強化される、壊れ捨てられたものはそれと知ってなお儚い似姿にすがる、なんと哀れなことだろうか。ということで必要な知力は42と高めだけども、消費 FP は26でござるな。で使用スロットは1。さあ威力を見てみよう、ため打ちビッグバン、どっちだ4000どんぐらい、あいやでも6000ぐらいいってそうでござるな。1700の4600、6300ダメージぐらい出てるんでござるかね。凄まじいでござるな。で敵の足元からこの爆発玉を、小宇宙を発生させるんで結構な距離がね届くんだよね。しかも吹き飛ばしに大ダメージ、広範囲と攻略においてはねかなり使えるシーンが多いでござるよ。それそれ宇宙を感じろ、お前も母になるのだ。性質がめっちゃ面白い、地形にかなり左右されるでござるな。ロックオンしなくても地面を一応張ってんのかな、ちょ見ていただきたい。こっから正面に向かって撃つと、ほら障害物の裏で爆発してるでござるね。これちょっとどうなってるか分かんないね、地面張ってんのかな。いやすごいねこれ、侵入とかでさ見つかってない時にこれやられたらさ全然わかんないよ。これ分かった、地面張ってないんだ、ほらこれめちゃくちゃ有能じゃない。相手を例えばロックオンしてこうやって打つとぶつかっちゃうんだけど、まあ、ノーロックでもいいけども上に向けて打つとほら落下地点、到達地点の真下から出てくるんだね。だからさっきあの家の裏に湧いたんでござるよ。これめちゃくちゃ面白いんだけど、つまりこういうことでしょ、こうやってここを越えればいいんでしょ、ほらこれ面白い、これで威力もブーストすればかなり出るから全然実用的では、これにしかできない攻略絶対あるよね。やばいだろこれ、やばいんじゃないこれ場所によっては壁越えてボス撃てるんじゃない。ここはささすがに無理だろうけど、ほらほらほらあの高さまで越えてくんだよ。すごいね、面白いでござるな。
さて、めっぽう面白い指魔術、次はこちら、守り指。自ら指の母になろうとした大司祭ユミル教の指の魔術。術者を囲むように幾本もの太い指を生じる。それは魔術や祈祷、矢などの飛び道具を反らせる試し用で強化。その指は母を守るコラである、あるいはそう願う母の幻想である。こちら消費 FP20、 必要能力実力36と、パッと見範囲攻撃なんだけど、範囲攻撃としては威力はまあそこそこ出るけど、割とね範囲が狭いので微妙に見えるんでござるが、説明の通りこちら防御魔術なんでござるな。さあ、見た目と防御性能だけはぶっ壊れているこの守り指でござるな。この指が発生しているところにダメージ判定があり、で内側はね入り込まれちゃうとちょっと当たり判定ないんでござるよ。このなんか光ってる部分にダメージ判定ありそうでござるが、この指の部分だけでござるな。そしてその代わりといってはなんでござるが、この指が消えるその瞬間まで敵の飛び道具等々を反らす力が働いているんで、かなり長い時間防御できるんだけど、指と指の隙間はスカスカでござる。なんで割とこういうことが起きるだから範囲技としては積極的に攻撃していく魔術としてはちょっとねどうこう言えないんでござるよ。決して信頼できるとは言えないんでござるよ。なんであくまで敵が飛び道具や魔術で攻撃してくる際にこちらを使ったらいいんでござるが、これまたね発動が遅いので使いどころが非常に難しい。ただめっちゃ長い。しかも指さえ出てしまえば回復するぐらいの時間は余裕であるというね、発動さえしてしまえばめっちゃ有能なもの、ただ狙いに行ってこれで攻撃するものではないって言ったらいい感じでござろうか。拙者は今強靭がなさすぎるというのもあるでござるな。なのでぶっちゃけソロだと相当激しい飛び道具が来ている時に無理やり聖杯瓶を飲みたい時だけど、あんまり信頼できないんで、どっちかっていうと自分の位牌やマルチで一緒にプレイしているプレイヤーを守るために使うことの方が多いかなと。指が出た瞬間から魔法ガードできるんで、逆に言うと味方はその瞬間からね自由に動けるようになるんで、魔術で反撃したり飛び道具で反撃したり回復瓶で回復したりってことが可能になるってことだよね。マジであんまりねこの指スカスカなんでね、もう少し太ったやつになってほしいところでござるが、まあ大きい相手であれば距離さえ合ってればねしっかり当たるんで問題ないんでござるが、まあ魔術とか使ってくる人型とかになってくると、この通りラッシュが始まっちゃってからだと遅いし、で遠くにいる敵に対してはずっと防御しててもしょうがないんでね、ソロではね何かしらタイミングを測る必要があるでござるな。まあもちろんこういった超近距離で敵の魔術と相打ちにならないようにね、そらしながら戦うみたいなことはできるんだけども、でもやっぱりどちらかというとマルチの方が、もしくは位牌とのプレイの方が役に立ちそうなイメージ。これがあるからねマジでねかなりの頻度で当たらんでござるよ。そうだからね、一人だったらもうローリングしてったり猟犬のステップとか使った方が手っ取り早いまである。なんで本当に近接武器持たない、杖しか絶対持たないっていう人であれば、もう盾も持たないみたいなね人であれば、他のソラシ系の魔術と併用して使うことでいろんな使い方できるかもしれないけども、それ以外はねマルチの方が使いやすいかな。あとはこれじゃないと防げないような敵の攻撃があるかどうかだね。まだちょっと試してないからわからないけども、ベールのような長い炎ブレスとかもかなり長い間こうやって指が守ってくれるんで、これで反らすことができれば偏方とかと比べても強力でござるな。なのでねソロで使うところっていうとね、まさにこういうところ、遠くから敵が狙ってきていて、で周りの敵を処理したい時こういう時に役に立つかなって感じでござる。まあ割とエルデンリングではそういうシーン多かった気がするんで、しっかり見切って使えば威力は高いんでね、しっかりブーストしてあれば使えるのかなといった感じでござるよ。
あ、言い忘れてたけど、先ほどの小宇宙とこの守り指はね、トレントン乗っている最中はまあ使えなさそうな見た目だから使えないとは思っていたけども、使えないんでね、そこだけ、よろしくしていただきたし。ちなみに敵のブレスとかは揃えてたかよくわからんでござるが、同様にこんな感じで分かりにくいな爪だったら分かりやすいか。あー、いいね、こんな感じなのが上に一回それるんで、上からね狙ってくれるようになるでござるな。あの足元から渦巻き出てくるやつ、あれが防げたらだいぶいいんだけどな。できるかな、確かこいつ使ってきたよね。そう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 。あー、いいね、どうだ、タイミングを見るな。おっ、で無理じゃねえか私は無理でダメですねだからそのドリルはやっぱ点をつくためのこういった指の守りを貫くためのドリルってことか。これ多分ね、トップスの力場とかと同じだと思うんで、詳しい人いると思うんで、ぜひぜひコメント欄に。あ、弾けた弾けた、いや指の隙間がでかいんだ、弾けた弾けた。あ、これいいじゃん、足元から生えてくるやつじゃなかったけど、これええやん。あ、これいいっすね、割と DLC のステージに合わせたリズムなのかな。結構やらしいところいっぱいあるからね。ああ、そう言われてみると一番厄介なこれ、メスメルの火、これとかタイミングバッチしていって今ちょっと隙間縫ってきて、今なんかそれたのに当たんなかった、大丈夫、抜けてきてんなよくわからない、あんまり信用はしない方がいいかもまああの、これが反らせましたよっていうのを知ってる人がいたらぜひねコメント欄にお願いします。さて今回は指の魔術、それから重力の魔術、茨の魔術から紹介しているんだけども、あと4つの中に2つぶっ壊れがあるでござるよ。さてあんまり話題になってないのかな、引力弾、重力を操る奇跡魔術の一つ、敵を引き寄せながら進み最後に爆発する重力弾を放つ試し用で強化、それは古星の獣の故郷遥か彼方光のない暗黒に由来するという。こちら引力弾めちゃくちゃ強力でござるね。さて現在ステータスを振り直して知力と信仰を80にしてきたでござるね。で使用時の杖プラス25で魔術補正が430、そして重力の魔術はこの隕石の杖で 1.3 倍されるんで、こいつを左手にサポートとして持つでござるよ。さてこの引力弾は PV でも流れていたんでね、知ってる人も多いと思うでござるが、敵を中心に引きつける重力波を放ちながら最終的に大爆発を起こすというものでござるよ。さすがに死の使用時の杖とあれでござるな、 1.3 倍で凄まじいことになっているでござるな。で空中なんかにも停滞するんで、いろんなタイミングで使える、引き寄せることができればかなり強力な魔術となるんでござるけども、実はこの使い方ではない使い方がめっちゃ強い。普段使いもねマジで全然使えるんだけども、まあ、崖際に向けて空中にノーロックで撃って敵を引きつけながらね、敵の行く手を阻みつつ最終的に大爆発みたいな使い方ができるんだけど、これは結構時間がかかるでござるな。そこで使われるのがこちら壁打ちでござるな。地面や壁に直接ぶつけることで即大爆発を起こすんだけど、まあ、威力ももちろん高いんだけど、あの爆発範囲がおかしい爆発範囲と吹き飛ばし威力が高すぎる。3000ダメージを騎士にボンボンぶつけていくっていうね、しかも連射が可能だ。若干距離がねないことが、まあ、一つ挙げられるでござるが、まあ、それにしたってよ、爆発範囲と威力が栄翔速度と噛み合っていない恐ろしいことでござる。なので現状遠距離ではなく近距離用の最強魔術として現在の魔術師たちを導いているんでござるな。す
すごい。爆発を待って敵が吹き飛ぶの待たなきゃいけないから、本気連打をこれでもしてないでござるからね。ボス戦とかになったらさらに早い連打が可能になってくでござる。しかし範囲広すぎだろ。ぶっちゃけ画面のほとんど全てを埋め尽くす範囲攻撃を敵にぶつけていくんで、マジで敵はなすすべないって感じでござろうか。強いて言うのであれば、ちょっと距離感間違えると空中に浮いて発生が遅れるんで、まあそれで事故っちゃうかもねぐらいのもんでござる。多分ここでも全然届いちゃうもんね。これで溜めてないでござるからね。まあもちろんね、 DLC においてはめっちゃ強力なこういうやつもいるんで、決してどうこうではないでござるが、まあそれでもよ、爆発範囲おかしいだろ。壁の向こうでも届くんじゃないのか。わあ、むしろこうやってたら近づけないんだよ、あやつ。いる、どっかにいるな。あ、もうFP 切れた。魔術師は特に寄られた時にね、対応する方法っていうのが少ないんで、瞬間的に超広範囲を敵の吹き飛ばし付きで攻撃できる。この魔術非常に強力でござるね。まあ相手を狙うんではなくて壁を狙わなければいけないってところはあるでござるけどね。まあ、何にせよちょっと範囲が広すぎる。外れてしまってもしばらく停滞してその効果が残ってくれる。あと音がバカでかい。危ない。残念だったな。というね、圧倒的爆発範囲を瞬間的に出すこともできるし、持続的に敵を引きつける範囲効果としても非常に有効。そしてもう一つの重力魔術、岩の刃。重力を操る縮小ガイウスの魔術、大地から眼界の刃を生じる試し用で強化される若かりしガイウスとラダーンは共に研鑽しこの技を収めたという。必要能力値、知力48、引力弾が36なんでかなり高いでござるな。 FP 消費に関してはね、この岩石弾も含めて全部18なんだね。ただし使用スロットが2となってるでござるね。で、引力弾がぶっ壊れてはいるものの、岩の刃にも勝ち筋というかいいところはあるでござるね。というのも同じ FP 消費なんだけども、岩の刃は最大ダメージが大きいというものでござるな。貯めて使っていくと1回2回3回、最大で3835ダメージというかなりのダメージを同じ FP18 で使うことができるでござるな。貯めずに打つとね、さすがにちょっと出の速さとかそういった問題があり、使い勝手がいいとは言い切れないんだけども、遠くから先手を取れるのであれば、この岩をね出しているところに敵を巻き込んだりしつつダメージを稼いでいけるというものでござるな。さあ一応見てみよう。岩の刃、ため、ドンドンドン。あ、なんか一発目やたら弱かったな。変な当たり方してる。なんとも言えないダメージ。最初の一発が一番強くなかったっけ。それに対して引力弾3080ダメージ。若干ちょっと岩の刃のダメージの入り方があれでござるが、まあ、一応超えてはいるけど、これだと引力弾の方が上でござるな。忌み子を相手に使った時だと引力弾の方はね吹き飛んじゃうせいかもしれないけども、2200ぐらいに対して、岩の刃は三段ヒットで、まあ、3500ぐらい出るんで、まあ理想値ではあるけどね、なかなか三段ヒットはしないけども、まあダメージ量としては岩の刃はなかなか優秀であるよと。そんな変な動いてる相手だとなんか変わるんかな。よいしょ、いって逃げろ、頼む頼むぞ。よーし、こっちとはダメージを見に来ただけだ。
はい、あ、いや強いね、こうやって見るとめっちゃ強強いでござるね。6000ぐらい出てるじゃん、ガイウスに。今ちょっと死んじゃって見せられなかったけど、引力弾はね一発3000ぐらいだったんで、うまくはまるとかなり火力出るでござるな。思ったより強いわ。なんでなんであんなダメージ出た。でかい相手だとダメージ量増える、多段ヒットするんかな。何気に6000ダメージとか出てたんで、ちょっとバフったら一撃1万超えちゃうでござるよ、岩の刃。ガイウスにだけそんな効くんか。ちょっとじゃあ彼にこれダメージ違う。あ、いやでも6000入りそうだな。ただたまにあるんだけど出ない時がある。あ、最大6000ダメージ出るでござるね。ただ耐性崩しは高くないんで、ゴーレムちゃんをね倒せるわけではないけども、いやーでも強力でござるよ。これ一発3000でござるから、2倍以上のダメージが出てるでござるな。味方のゴーレムにこかされたでござるな。わあ、岩の刃全然強いやん。イミコちゃんとか、あの黒騎士相手に打ってる時はそんなにダメージ出なかったし、結構ずれちゃってたんだけども、大型の敵が止まってる時は超絶火力だ。これはスロットにありますわ。 FP18 でね6600、霊薬を飲むだけで 1.2倍ぐらいになるんで、どれぐらいでござる、8000とか9000いくんで、祈祷も入れると余裕で1万超えそうでござるな。さてダメージ量にびっくりしたでござるが、挙動としてはノーロックで撃つとこんな感じ。自分より少し離れたところからパワーゲイザー方式に正面に3発岩が生えるというものでござるな。これが敵をロックオンしていると敵を追いながら岩が生えてくるというものでござるな。地形にもよるんだけども、基本的に自分の目の前に出すことができないので、真下を向いて撃ったりしてもね。なんかめっちゃ遠くに出たな。地面這う型のね、あの弊害でござるな。障害物が、その障害物を抜けたところから湧くっていうね。なので基本的にはなんか、あの他に理由がなければ、遠くに対してね、あの敵を追ってほしくないとかそういう理由がなければ、ロックオンして使うと奥から手前に伸びてくるんで非常に使いやすいでござるが、これ単体だと結構限界があるんで、そこで引力弾とのセットなんでござるね。引力弾はダメージ量は少ないけど一瞬で敵を吹き飛ばしてくれるんで、そこにロックオンした岩の刃を打ってやると。そうすることで安全に岩の刃をね、火力を使っていくことができるでござるな。まあ、こいつはガードをするからね、なかなか難しいでござるが、 FP が足りない。どういったあいつ、この引力弾から逃れられると思うなよ。このコンボはあの普通の攻略でね、吹き飛ばせる敵がいるところであればかなり有効でござるな。さあやってまいりました、超絶ぶっ壊れと言われている拒絶の、何これ、刺しトゲ、け読めない、軽脚な信仰のゆえに絶望し祈祷を捨てた者たちの魔術、永住より生じた拒絶の刺しだかトゲを地面から生じる連続で使用することができる。身をよじる永住の漢字難しすぎだろ、この文章だけ。姿が教えている、全てを拒み傷つけるがよい、我らは見捨てられたのだ。で FP 消費量15で、なんと必要能力値は信仰24。そしてぶっ壊れているのはその性能だけではなく、バフの強さ、バフというかね、強化のしやすさでござるな。まずトガビトの杖、これ敵からドロップ品なんで、そもそも一周で2本手に入れることができるんでござるが、これ1本につき 1.2 倍イバラの魔術を強化するというものでござるな。そしてローデイルについてしまえば即拾うことができるアリルベリヒの3V、この V が1箇所何パーだっけ、まあ、全部で確かね 20% 近くなるんでござるよ。つまり 20% 20% 20% 弱というあの能力をローデイルにつく間に手に入れることができてしまうっていうね、
まあ、そして今回はこちら 1.2 倍してもね365ぐらいなので、この火力を上げている使用時の杖を使っていくんだけども、トガビトの杖自体が必要能力値が筋力と進行のみになっており、で能力補正が進行 S なんでござるよ。まあ、すなわちこれ進行だけで使えてしまう超強力な魔術ということでもあるんでござるな。当然知力をがっつり上げて、あの知力系の杖を持っている魔術師もこのなんだっけ、茨のなんとかトゲ刺し、いや拒絶のトゲを使えるところまで振っていれば高火力で使えてしまうんで、祈祷師も魔術師もこのぶっ壊れを使えてしまうっていう、これまた一つ用意されていた救済枠ではないかと思えるぐらい強力な魔術なんでござるな。で個人的に使ってめちゃくちゃ強いなって思ったのは威力だけではなくその飛距離でござるな。3本の茨が飛んでいく、まあ、あの本編にあった茨の魔術のね最強版っていった感じなんでござるが、こんな感じ見ていただきたい。茨が分かれてしまうんでダメージ量は変わってしまうでござるが、あの通り圧倒的な距離に対してかわいそう圧倒的な距離を茨が張っていくんでござるね。これがね結局大型のボスなんかが相手でも、見てよ壁に当たってるよ、どこまで届くのこれ。大型のボスなんかを遠くから攻撃することができるっていうね。しかも大型のボスであれば多少分かれてもしっかりとあの3本が当たることになるんで、まあどれだけ強力かという話でござるよ。これ今3本に分かれているうちの1本のダメージがこれでござるから、この3本が1体の敵に当たるんでござるよ。出血量もそうだしダメージ量も3倍になってしまうというとんでもない魔術でござるな。7282英樹の世界で岩の刃が6000ダメージ出て拙者すごいって言ってたのに、本編の世界で忌み子相手にこのダメージでござるよ。まあ、もちろん出血ダメージも入ってるだろうけど、そして岩の刃の時にも説明したけども、地を這う系というのは壁があったりしてもそこで途切れるわけではなく、壁の上に張っていたりもしくはねその障害物を越えた先でもう一回発生するというものでござるな。なのでこの通りわけのわかんない地形であっても敵に向かって追っかけていくんでござるよ。これが元々の茨の魔術の強みでもあったけども、この拒絶のトゲに関しては飛距離がとんでもないんで相当届くんではないかなと思われるでござるね。この茨の魔術近距離でのダメージ量は凄まじいけど、ただ近距離で当てるのは結構ね難しいんでござるよね。がその本領っていうのは遠距離においても、まあ、攻略においても遠距離においても半端がないでござるね。見ていただきたい、なんで当たってるのっていうわけがわからんでござるな基本的に地面を這う系っていうのは地面を這った後にあの高さを無視して発生することがあるんでござるが、まさにこの茨の魔術がそうなんでござるな。距離もね超至近距離は苦手だけど、本当汗人2人分とか離れていれば十分に確定ヒット圏内なので、もうあとロックオンして打つだけ。これはもともとね茨の魔術の時からあるんだけど、こいつは多分飛距離が長すぎてどこでも届くようになってしまってるんでござるな。お、あの上はさすがに届かないか。お、届かないでござるよ。あれもさすがに届かなそうだな。でもまあ十分すぎるよねっていう。さあガイウス君、さよならの時だ。そう、こいつがぶっ壊れているゆえん、それはボスを簡単に行って引っかかったでござるが、痛い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 、早く竹取って役目でしょ。やろう、今回紹介するつもりのなかった魔術を使わせやがって、許さんでござるよ。さあ始まるぞ。待ってください、始まってください。まだですかね、盾兵さん、まだですか。 OK ですか。さあ見せてやろう。霊薬飲んでませんでした。まあ、見ていただきたいこの火力でござるよ。
圧倒的火力でもはや何もさせることなく敵を瞬殺してしまう。まあ超光瓶とかと同じ類でござるな。でこちらは出血もあるんで、場合によっては超光瓶よりも素早く倒してしまうっていうね、まああれでござるな、いくつかある超絶本当のぶっ壊れの一角でござる。さあ最後はまあ、ね、ネタ枠とは言わないけどね、拙者が究極の茨城氏だ。このめちゃんこかっこいい状態、これになるために必要なのがこちら、トゲまといでござるね。軽略な信仰のゆえに絶望し、祈祷を伏せた者たちの魔術、英字より生じた拒絶のトゲを全身にまとう。ローリングによりダメージを与えられる。身をよじる英字の姿が教えている。全てを拒み傷つけるがよい、我らは見捨てられたのだ。ということで、全身にトゲをまとい、触れるものみんな傷つける状態になる茨の魔術なので、進行20で使え、消費 FP はたったの9というね、そういった祈祷なり非常にネタっぽいでござるけども、こちらエレメール装備鉄茨シリーズでござるな。こちらもまた装備することによってローリングでダメージを与えられると。で全身装備するとその分ダメージが上がりますよと。他にもね、壊れるものに乗るときに物を壊さなかったり、キックの威力が上がったりと、いろいろな隠し性能を持っているこの防具。そしてこちら大いなる彼方の杖、今回追加された2本目の杖、知力と信仰で強化されて魔術補正はそこまで高くならないんだけども、なんと祈祷と魔術をこれ1本で使うことができますよと。そして新祈祷、帯電、自分の周りに雷を起こして微量ダメージを与え続けるというもの。そこにトゲまとい、これにより圧倒的なローリングアタッカーが完成する。そのダメージなんと100ダメージ、たまに200ダメージ。なんと関門前のこいつを何もさせずに倒せてしまうという恐ろしい性能でござるが、まあ、ぶっちゃけ、まあ、でも弱くもないんだよね。ダメージ量が結構現実的になったんで、普通に雑魚敵をローリングで倒せるぐらいの威力となり、でさらに相手のことをね、軽く押しのけられるよろけが発生するんで、全然弱くもない。敵の攻撃を回避するついでにダメージを与えられる。何よりこのダメージ量がそのまんま対人戦とかで通ると普通にとんでもないダメージになるでござるな。なんせもし一発100ダメージ食らっちゃうとプレイヤーの体力って1600ぐらいでござるから、16ローリングで死んでしまうんでござるよ。多分対人スケーリングでもうちょい変わっているとは思うけども、まあ、侵入者なんかはね、相手が3人いる分、その分ね効率も上がるんで、まあぶっちゃけもうネタとは言えないレベルになったと言ってもいいかなって感じなんでござるが、残念ながら強すぎたせいか、そういった使い方がね、効果時間が30秒しかないというのがね、非常に悲しいとこでござるな。まあこういった祈祷でござるよ。いや違う違う違う、魔術でござるよもうこれだけのための魔術でござる。もしかしたら特別な隠し効果とは言わないけども、面白い使い道がねあるかもしれんでござるな。ただ30秒は短いね。あ、ちなみにトゲまといをしていない状態だとこれだけダメージ量、一撃雷がちょっとダメージ増えてるけども、20ダメージか30ダメージなんで、プラスローリングダメージに80ダメージ追加していると考えると、拙者これ4周目だけども、1周目であれば全然もうこの騎士も瀕死でござるから全然弱くないといったところでござろうか。でどうやら知力とかにこのローリングのダメージ量が影響されないっぽいんで、まだ序盤であれば序盤であるほど強力になるといった感じでござるな。まあ入手できるのが DLC なんでね、まあ、そもそも敵はもうかなり体力高いんで、 DLC だとちょっと扱いにくいかもしんないけどね。さあ魔術の場所をお伝えするでござる。で結構ネタバレ含みそうになっちゃうんで、サクッとまたマップとお口でお伝えしようと思うでござるよ。なんでネタバレが気になる人はここまで。さあではサクッと
まず指の魔術はすべてマヌスメテルの大教会、ここにいる大司祭のイベントを進めていくと、その司祭が打っている魔術がどんどん増えていくんで、それが指の魔術なんでござるね。そしてすべてのイベントを終わらせた後に、このマヌスメテルの大教会の墓地を調べることによって指の守りが手に入るでござるな。そして重力の魔術は何を隠そう、さっき拙者が倒したガイウス君でござるんな。影の城の裏門でござるよ。ここにいるガイウスを倒すことで追憶から入手することができるんだけども、もう片方の武器ソードランスだっけ、あちらも非常に強力になっているんで、まあ追憶をねきちんと増やしてから使うことをおすすめするでござるよ。そしてもう一つ引力弾の方でござるな。こちらはこのガイウスを倒して進めた先にいる古星の獣を倒すことで入手することができるでござる。マップ上にいるんでね、ぜひ探していただきたい。さて拒絶の棘だけちょっと場所が分かりにくいんでお伝えするでござるよ。場所は影の城保管庫7階からでござるな。まずこっから6階に降ります。敵が結構強いのでお気をつけください。そして正面側でござるな。これレバー操作してたりするとねちょっと向きが変わるでござるが、まあ、ここにあればこいつを渡り、なければレバーを操作して動かしていただきたい。これ1回しか動かせなかったかな。なんで攻略してればいけんのかな。でこの銅像を全部渡り切っていきます。これ正規ルートだっけ。でここにマリカ像があるでござるね。でこの正面を降りる。そうするとここに拒絶のトゲがあるでござるな。最後までトゲなのかどうかわからないまま来たでござるよ。そしてトゲまといはこの影の城に、こちら側胸腔入り口側から入ってここでござるな。この辺に泳いでいるモンスター、まあ見たことのあると思われる、本編でも見たことのある化け物を倒すことによって入手できるでござるよ。ちなみに実は2匹いるんで、2匹とも違うものを落とすんでね、倒して手に入れるでござるよ。というわけで軽い気持ちで始めてまた長くなってしまったな。何分なってるのかな。また今度魔術に関しては他にも面白いものたくさんあるんでお伝えしていきたいなと思うでござるよ。それでは See you。 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。